ご紹介ありがとうございます。私は表現型のデータ統合ということで、今回は生物の表現型が、研究コミュニティをつなぐというタイトルでお話しさせていただきたいと思います。で、表現型ですけれども、ゲノムがあってトランスクリプトム、プロテオム、メタボロームがあって、その最後の結果として出てくる、生物の性質ですね、そういったデータをまとめるということ、どういったこの、分子の挙動のデータ全て、最後にはここにつながってくるので、重要だということもありますけれども、いろんなアプリケーションにとっても、表現型のデータというのは参照すべき、非常に重要なデータであるということがあります。ですから、そこの、データをもう統合していくということは、生命科学にとって非常に重要だということになります。で、最近 のデータベースにおいて表現型が、どういったふうに、データベース化されているかというお話を最初に少しだけしたいと思いますけれども、先ほども言いましたように、遺伝学的な性質によって現れる、ありとあらゆる性質が、表現型なわけですけれども、そういったものは、今のところこうデータベースの世界ではオントロジーの語彙を使って標準語彙を使ってこう列挙するというような、書き方になっています。これ、ヌードマウスなんですけれども、この、ヌードマウスに関して言うと、遺伝的な背景があって、転座も起こっており、そのヌードの、ミューテーションはその結果起こっているというジェノタイプの上で、たくさんの、表現型が出ています。で、ヌードマウスたくさん の, 本当に表現型を持っていまして、ここに、15個ぐらい挙げてますけど、その他に65ぐらいで、全部で80ぐらい の, 表現型の語彙で、その全部の、語彙の組み合わせでトータルな特徴というものが示されるわけです。で、最近ですね、医療の疾患医療の分野においても表現型の情報が見直されつつあります。と言いますのは、疾患の名前に対して、これは疾患を、お医者さんが診断して疾患名がつくわけですけれども、その一つの疾患名について複数の表現型が、マッピングされます。で、これは要するに、病態とか検査の結果に相当するようなものですね。で、こういうふうなデータの整理をしていくと、どういうことがいいかということですけれども、先ほどのように、その表現型の合意の組み合わせがこの疾患のトータルの特徴を示すというふうになりますので、疾患同士の症状の類似性というものを、プリミティブですけれども比較できるということが出てきます。で、さらにですね、例えば未診断疾患というものは遺伝的な原因遺伝子を探していくと、治療法の開発につながっていくわけですけども、なかなか、診断がつかないためにその情報共有がうまくいかないという面がありますけれども、そういったものに対してもこの表現型 の, セットで整理して、情報共有していくということが可能になるわけです。で、我々のプロジェクトは、今回は特に実験動物を対象にしてやっているわけですけども、実験動物 の,、たくさん の, この情報ですね、こういったものも表現型を通して、そういった疾患研究の方に役立てていかなければならない、実験動物の研究者もそういうふうに思っているわけですけども、そこ の,、間を取り持つようなデータ基盤ができればということで、この意味ですけども、統合する推進プロジェクトですけれども、生命と環境のフェノム統合データベースということで、特に国内にあるその実験動物 の, データベースですね、そこから、データをいただきまして、それを、統一フォーマットで整理すると、それを RDF で行います。で、それを自由に使えるようにして、また表現、先ほど言いましたような疾患と関連づけるとか、そういったことも一括してやっていくというようなことを目指してやっております。で、その際に、RDF で、データを作っていく際にそのスキーマというものを作るんですけれども、それは、一応その OBO で、OBO といいますのは、国際的なオントロジー の, コンソーシアムで言われているものに、ほぼ従いまして、かつ、この、いわゆるモデル、我々、これでもモデルと言うんですけれども、遺伝学的なその 生物の遺伝学に注目して生物をこう表現したモデルみたいな形で、作っております。ですから、気持ちとしてはここ の, モデルの中に、生き物というものが
があって、遺伝子を持っていて、それに実験をして表現型データがついているということを、こうモデルにしているというようなスキーマで、全てをデータ、RDF にしていくということをやっています。で、まあ、RDF 化はほぼ終わっておりまして、高槻も今日ポスターで発表してましたけれども、ポータルサイトからそれぞれの RDF データに接続できるというような形になっています。で、そのそれぞれの RDF のデータに関しては、まあ、公共のオントロジーでを使ってアノテーションするということをやっています。それで、これらの RDF のデータの公開基盤なんですけれども、利権、これは利権の方で作っている公開基盤を利用するということをしています。で、利権の中でもやはり、データを外に分かりやすく見せていかなければならないというニーズがありまして、そこにどういうふうにやっていくかということをですね、半分はもうほとんど、NBDC の、コンセプトに乗っかりまして、要するに、利権の中のデータも RDF でまとめていけば、それを、まあ、NBDC の方にこう橋渡しするような形ですれば、利権のデータ の利用性も上がっていくんじゃないかというような形で、利権のライフ系データ基盤に関する提言というものを、まあ、ある程度データに関わっている、まあ、見たことあるようなお名前がたくさん出てくるという感じですけども、そういった提言をユーザーグループの方で作りまして、まあ、それに従って、まあ、利権の方でもRDF の、データで、RDF の、まあ、公開基盤を作るということになっています。ですので、まあ、我々のプロジェクトとしてはもうこれにも乗っかって RDF を作って公開していくというふうにしております。で、データ、その利権メタデータベースというのは、まあ、簡単な RDF のビュアーなんですけれども、それぞれのクラスが見えて、系統がのクラそれぞれのインスタンスが見え、1個クリックすると、その詳細な情報が出ると。表現型に関しても、まあ、V とかいろんなことで、まあ、一応計算ができるような形の単純な画面で示して、ダウンロード画面、あと、あれですね、あとスパークルの、あ、ないですね、スパークルのエンドポイントに関しても、提供されているというような、RDF を作ればこういった提供、公開のことは利権の方でやってくれるというような形でやっています。で、今のはマウスを示しましたけども、同じような NBDB のメダカに関しても同じような形で、データが公開されているというような状態です。で、公共オントロジー、公共データを使ってその、まあ、RDF ですから URI を通じてそれぞれのデータがつながってくるわけですけども、それも、そういったものもある程度見えるように。例えばこれは NBRP のラットの GK 系統ですけども、これが、高血糖のフェノタイプを示しています。で、このフェノタイプのところをクリックしていくとですね、同じ NBRP ラットの中に8系統おりまして、これちょっと後で説明しますけども、国際コンソーシアムでやってるマウスのフェノタイピングのデータの中からは1002系統いる。で、これはマウスの中でも有名なデータベースですけども、マウスゲノムインフォマティクスというデータベースの中では360系統いまして、理研のバイオリソーセンターの中には26系統このフェノタイプを示しているのが見られるという感じで、同じ語彙を通じて、データがつながっているというような状態になっております。で、今回 の計画の中で、網羅的なマウスの表現型データを RDF 化するということを計画に入れていたんですけれども、初めはですね、日本のから出てくるデータだとをやると言ってたんですけれども、途中から国際コンソーシアムのデータが公開になりましたので計画を変更して、我々も入っております、マウス国際表現型解析コンソーシアム IMPC の大規模表現型データを全部 RDF 化してしまうということをやりました。で、そのデータは、このコンソーシアムは、13カ国、すみません、13カ国、18施設ぐらいで、同じ、表現型解析を、標準化した解析によって、データを出すということを、全遺伝子に対してやるということで、今のところ3000遺伝子分ぐらいデータが出てきているんですけれども、そのデータ、もともとその IMPC の方でもウェブサイトを持っていてデータは公開しているんですけれども、それをさらに
RDF にして、別の利用方法でも使えるとだよという形で、公開しています。まあ、アノテーションとして、まあ、2万6千件で、解析結果と115万件ありまして、まあ、我々としては、まあ、これが世界初の表現型ビッグデータになるんじゃないかというふうに、思っております。で、まあ、RDF にしたことで、これ、まあ、川島さんの方からも説明ありましたけれども、いろんなあのデータの利用の幅が広がってくるということがあると思います。で、その一つの例ですけれども、 RDF でできるその、まあ、データベース横断的な検索のシステムというのを使いました、というのが使われます。標準的に使えるようになってまして、RDF 検索するときにはスパークルという言語で、RDF レポジトリに投げるんですけれども、その投げるときに、他の物理的に離れたデータベースにあるデータ と、連結して出してほしいというクエリを書くことができます。で、それあのフェデレートデータクエリと 連邦検索というんですけれども、例えば、イギリスにある、EBI にあるリアクトとユニプロというデータとつなげてですね、例えばある、特定 の、 あのパスウェイのが不具合が起こったときにどういう表現型が出るんだろうかということをあのクエリで書いて投げてやりますと、まあ、利権 の、 あのエンドポイントがそれを受け取るんですけども、さらに、リアクトームとユニプロットに聞きに行って答えを取ってきてそれでくっつけて出してくれるというふうにされまして、そういったあの、まあ、あの我々表現型だけを、データ化してますけども、分子情報とかそういったものと連結したあのデータというのが出してこれる。で、こういったことは、まあ、データサイエンティストの方々にとっては役立つのではないかなというふうに考えました。で、まあ、あのそういったことを通して例えば、これはあのオントロジーの第三関数フェノタイプオントロジーの第3階層で、それぞれの遺伝子のフェノタイプを、まあ、クラスタリングみたいなことをした感じですけども、まあ、いくつかのこうクラスターみたいなのが見えてきたりとか、あとこれは非常にプレリミナリーで、まあ、この結果をそのまま信じないでほしいんですけど、例えば、何個フェノタイプが出るんでしょうと、1個の遺伝子について何個のフェノタイプが出るんでしょうというのをこう合計しますと、かなり多く の、 あの遺伝子が複数のフェノタイプを出すんですね。オントロジーの上位階層の方でも分類できる複数 の、 あのフェノタイプを出すということを考えると、まあ、非常に多くの遺伝子があのやっぱりマルチファンクションなんだなということがこう見えてくるとか、あのそういったふうなあのデータの利用ができるというふうに考えております。というわけで、まあ、表現型の情報を、まあ、RDF にして、公開していくということを進めていくことによって、まあ、いろんなあの生物のデータですね、こういったデータを、まあつなげたり、あとパスウェイとかタンパクとかも動作研究とか、まあ、そういったものをつなげていくということができると思うんですけども、今ちょっとここで話してないのは人のデータとのつながりなんですけれども、そこの部分もやっております。で、我々のところではあの実験動物のフェノタイプデータを、あの RDF にしてるんですけれども、国際プロジェクトとして、まあ、あの生物横断的に表現型データをつなげて、統合しているというところがあります。そこ の、 あのデータベースも RDF でデータを作っていますので、そこから RDF をもらってきまして、我々のデータとくっつけることによって、我々のデータに関しても、病これのこの画面では例えば1型糖尿病で、検索しますと、まあ、あのそれと一致したフェノタイプのあるマウスが取れてきまして、例えばどういうふうなフェノタイプがつながっているの、こっちが1型糖尿病でこっちが NOD のマウスですけども、この間がこの線ってこうちょっとすみません線が薄くて見えませんけども、こういう線がつながっているよっていうのが見えるようなアプリケーションというのも、開発しています。で、あと逆にですね、まあ、あの向こうの RDF データを取ってきて利用するだけではなくて、こっちの RDF を、まあ、世界に発信していくということもあのやっている、これはまだあの、これも計画になかったことで これからやって実際にはやっていこうというところなんですけども、まあ、合意だけ、取れているという状態です。ですけども、先ほど言いましたあの国際あの表現型の国際統合 の、 あのデータベースの方にも日本から日本初の、フェノタイプデータをもう、エクスポートして組み込んでもらうということを、今あの進めようとしています。あともう一つは、希少疾患のあの未診断疾患 の、 あの、医療機関をつないだ、情報ネットワークを、IRAD、未診断疾患インシェンシブ、AMED の、 あの組織ですけども、が作ろうとされてますので、そこ の、 あのデータプラットフォームの方に、実験動物のデータを、表示するように組み込んでいく
いうことも、進めようとしている。で、また、これは正規業向けにこのデータを提供しているし、そういったデータベースプラットフォームを、システムバイオロジー研究所の方で、作られていますので、まあ、そちらの方にも例えば IMBC のデータを中心としたデータをこう出していくということを、進めています。で、これらはですね、やっぱり、それぞれの、ユーザーは、それぞれなんか使うプラットフォームがありますので、そういったところに直接こうデータを出していくということが、まあ、できないかということの発想なんですけども、まあ、RDF が国際標準の、規格なおかげで、こういったことも、まあ、ある程度、以前よりはスムーズに、いくかなという形で、進めています。ということで、まあ、人のデータとかコンソーシアム、いろんなコンソーシアムのデータともつながり、まあ、これはつながるというデータの相互乗り合いみたいなことをイメージしているんですけども、つながっていき、まあ、今回ちょっと話しませんでしたけれども、ゲノム編集コンソーシアムとか、あと、まあ、神経科学研究の方とも、今実験洞窟のデータを通じての連携というのを始めようとしています。また NGS の、メタデータの記述に関して DDBJ とも連携しておりまして、マウスの NGS のデータを読んだメタデータとの連携というのも始めようとしています。ということで、まとめますと、まあ、RDF を作ることによって、さまざまなデータもあるという方が、まあ、これから生まれつつあるなというふうに感じております。で、まあ、今後の課題としてましては、まあ、さらにまだ国内で統合できてない表現型データがありますので、そういったものを対象としていくということが一つ、あとそれぞれのデータベースと連携させていただくと、やっぱりオントロジーへのアノテーションというところで非常に大きな課題があるなというふうに思います。持っている文章が大きな文章とか、あと画像であったりとかいうことがありますので、そういったところへのアノテーションをなんとかやっていけないと、まあ、そういったところのサポートツールというものをこう提供するとかすることができないかなというふうに思っています。あと、まあ、最後の、まあ、ここがちょっと一番言いたいと思いますけども、やはり我々、まあ、フェノタイプをやっていますけれども、フェノタイプというのは、昨日 の徳永先生や、菅野先生のお話もありましたけれども、ゲノムのバリエーションの結果現れる生物の性質ということで、我々も、まあ、バリエーションをの一つではそういうことを考えますと、やっぱり生物種や、生物の階層、オミクス階層を横断的にこう、今までは生命システムの理解ということで進んできたと思うんですけど、さらに生命システムのバリエーションを理解できるような情報基盤というのを全体で作っていくべきなんじゃないかなというふうに考えております。以上です。